はい、今日使う材料はこんなになります。今日は何作ってんの？今日はね、福袋煮っていうのを作ります。おー、何それ？あのね、いつも作るのはね、卵をあの薄揚げに入れて煮るんだけど、今日はちょっとね、変わった作り方をしてみます。うん、今これ切ってるのはこれなんだ、うん、これはね、レンコンよ。レンコンちっちゃく刻んで入れるとね、ちょっと歯触りがいいのでね、これ少し入れてみます。あとそれ以外にも人参とピーマン、人参とピーマンと、あと白滝をね、切って入れます。あれ、このピーマンなんかこの部分が2つあるな。あら、ほんと珍しい、初めて見た。こんなのあんだね。こっから葉っぱがこう出るのよね。なんかちっちゃい子の時にくっついちゃったのかな、これ、うん、まだ育つ前に。あれ、切っとくね、ザクザク。これ鶏のひき肉ね。そこへ、はい、卵を1個入れてみますね。ばあば、これ初めて作るからあれなんだけど、うん、初めて作るのか。うん、あのいつも卵だけで作ってたんだけど、今日はちょっとね、いろいろお野菜も残ってたし、これを混ぜてついてみたらどうかなとひらめいたからやってみます。うん、実験的な、実験的にね。でこうやってざっと混ざったら、これを薄揚げの中に入れていくのね。これでいいと思う。味をつけといた方がいいかな。塩コショウしてみようか。ちょこっと味付けとこね。今度綺麗にできた。ちょうど残り2個ぴったり卵になるようになった。残り2個は卵だけね。うん、卵だけのは、なんすかそれ。これに袋を敷いて、まあ、その上に卵を開けると、うん、こうでしょ。そしてね、ちょっと待ってよ、何入れてやったかな。そう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 、こっちに出すんだ。この中に入れますよ。はい、入った。またここを爪楊枝でつまみます。そうしたらお鍋にこれを入れていきますね。
このだしの素を使って、だしの素じゃない、つゆの素だったね。これをね、ちょっといっぱい使ってみようか。これは濃いから水で割らなきゃいけないからさ、まずこれいっぱいにお水をいっぱいね。こっちがこの浄水器を使う。よし、これで煮てみましょう。味みたいな、うん、もう少し甘くてもいいかも。なんとここで砂糖投入。まだ取りやすい、すぐ真横に砂糖を置いた。これはまだまだ入れるというこれはまだまだ入れるということなのだろうか。味濃いめにした方がほらお弁当のおかずなんかにいいからさ。これお弁当に入れんの？ああ、これね、美味しいよ。落とし蓋しようかね。落とし蓋アルミホイルで作るのか。いつかの時もそうだったな。いや、暑いだろそれ、手つこうな。まあ、とりあえず10分煮てみよう。この間に片付ける。これで10分経ったんだ。ちょうど10分経った頃、今度はちょっと弱い火でもう10分炊いてみよう。中の芯まで味が染みるようにね。これ完成です。じゃあちょっと味見をしてみますね。どうすか。レンコンがプチプチっとしてね。美味しくできました。今日は何を作るの？今日はね、簡単なゆで鶏を作ります。煮立たせます。それから何もせんで、お湯が煮立つまでほっといて。ここに鶏のもも肉を1枚入れます。入れたらすぐ火を止めて蓋をします。これで冷めたら出来上がりです。すっかり冷えたらここから出して切ります。
ましょうか。しっとりできました。